ちょっと始めちゃいましたけれども、何どうって、石屋漬け初のロケです。ロケです。こちらで2人に行ってもらうのはズバリ、いろんなアスリートキャラになりきりながらスポーツ対決。人が多いんだって。今日は選手生命が危ういかもしれない。大丈夫か。痛い痛い、行くぞ。えい、あーい、やばい。お嬢さん忘れないで、私に任せなさい。恥ずかしい、見てて恥ずかしいわ。見てて恥ずかしい。野外ですよ、野外。ダメ、野外ですよ。うるさい、うるさい。くるくる回りながらあっち向いてホイ対決。できるやつじゃないよ、多分あれ。ここではいろいろトークテーマを用意しました。おしゃべりしながらまったり過ごしましょう。お、私は妖精さんだと思ったから、ね、本当に。もう同じ次元に住んでるから。そうそうそう。どういうとこに目が行く最初。最初、うん、でももう顔は見ちゃうよね。顔からさ。いいよ、そういう、そういう赤荻から。2人に行ってもらうのは、いろんなヒーローキャラになりきってトレーニング対決。2人にはお題を引いていただき、いろんなトレーニングを対決していただきます。負けた方にはバスゲームです。これ2人でやるゲームなのかな。途切れさせないように最後まで落ち着いてゴールを目指しましょう。ということですけど、まあ喋ってればいいってことでしょ。そうだよ。いやー、待って待って、今後ろにいたのが何だったのか分かる。ね、寝返し。ねえ、ねえ、あれ見て。大観覧車に乗ってカメラ…違う、彼氏カメラで撮影しよう。彼氏カメラで撮影しよう。今日は半年記念日だね。うん、嬉しいな、一緒に入れて。なんだこの空間。私のために東京買ってくれる。任せろ、都知事の道は俺に任せろ。都知事なんだ。都知事別に東京買ってるわけじゃない。